ようブラザー、幸せゴールです。いつもご視聴ありがとうございます。今日紹介した無双の公共誌のイベントがかなり確定しましたんで、紹介したいと思います。発表は、まあ、本日15日ですね。で、明日の、16日の11時からなので、もうお昼前ぐらいからね、この挑戦ができると思います。おそらく生放送とかやっていきたいと思いますので、よかったら見に来てください。で、1月31日の4時59分の更新時間の直前前ですね。で、それでイベントが終わりっていう形になります。で、冒険者ランクレベル20以上。これが参加条件。で、イベントの説明なんですが、これ、公開された16日から1日ごとに、7日目まで、7つですね。全部で7つ。ボスが新しくどんどん、増えていきます。なので、1日1個の、敵を倒していくっていう感じなんで、まあ、あんま忙しくはないのかなっていう感じはしますね。まあ、日課と合わせてね、一緒にやってみてっていう形で、やるんじゃないかなっていう感じですね。ただこれ別にその日のうちにやんなきゃいけないとかないんで、まあ、7日経って全部溜まってから一気にクリアっていう方法も全然ありだと思います。で、まあ、友達と週末ね、時間合うタイミングとかでやっていいんじゃないでしょうかね。例えば、まあ、明日公開で、で、土日にまあ友達とちょっとやって、また翌週ね、一緒にがっつりクリアするとか、そんな感じで大丈夫だと思います。はい。で、これが追加される無双の、まあ、やつらですね。まあ、基本、雷と風と岩っていう感じなんですけども、まあ、この大地、風、雷の右の、3つ、これに関してはちょっとね、まだ情報、公開されてないんですけども、この左の3つに関しては、まあ、昨日の動画の通り。ただ、攻略法に関しては、まあ、やってみて、ちょっとやって楽しんでいただきたいですね。で、一応、新しい情報としては、そのボスによってボーナス効果のあるキャラクターっていうやつが存在します。なので、まあ、紫の一番左のであれば、カンウ、シャンリ、ディルック、チョウンみたいな感じで、こういう形で、まあ、ちょっと有利になるキャラクターがいるようなんで、それに合わせて今からね、編成考えるのも面白いのかなと思います。僕の場合はね、この編成だと、岩無双なんかね、フェザーも育ってるし、ノエルもいるし、ベネットもいるし、まあ、クレイも育ってるし、かなりやりやすいんじゃないかなっていう。だからボーナス効果のあるキャラクターとかで結構、行くのもありなんじゃないかなっていう感じですね。だから友達とか、フレンドさんとかと、まあ、キャラクターが揃っていれば、その、揃っている人をね、呼んで、やってみるのもいいんじゃないでしょうかね。これで合計7つなんで、まあ、かなり、やりごたえはあるんじゃないかなと思います。ギミックとかもかなり変わってるようなんで、非常に楽しめるんじゃないかなっていうような印象ですね。はい。で、次、変装っていうルールが、新しくあるようです。これが、難易度とは別にある、その敵の、まあ、さらに2段階、可変で、難易度を上げる、下げるみたいなことがあるようです。今、図の方で見ると、まあ、難易度は、ノーマル、ハード、エリート、マスターで、これ、ポイント倍率に変わってきそうですね。なので、まあ、1段階上げると、おそらく、かける2とか、3、4っていう感じになるとは思うんですが、この挑戦の下の方を見ると、これが変装ですね。300秒以下で倒すのとか、まあ、その180秒以下、120秒以下。この中からおそらく選んでいって、そのポイント100、155、200。これで難易度によって得られるものが変わってくるようですね。で、この下の方のね、スクロールしていくと、おそらく敵がね、ちょっと弱くなるような、難易度の、変装もあると思われます。なので、これが、プラスマイナス0以上の、ものにならないとダメ。だから、敵が弱くなるのばっかり選んで簡単にしてクリアするってことができないって感じだと思います。なので、逆にこれ、マシマシにして、挑戦時間を120秒以下、敵の HP100% プラス、で、敵の耐性、物理耐性とか全部もりもりとかにすると、多分、一気にもらえるポイントが増えていって、それがさらに、例えばそれが合計で600ポイントとかになったとして、それに対してポイントのかける1、ノーマル、ハード、エリート、マスター出ると、それで得られる1ステージの限界値っていうのやつが決まってくるんだと思われます。はい、じゃあ最後に挑戦の初回クリア報酬。これがもらえるんですけども、これは累計ポイントの報酬とはまた別になってて、まあ、あくまで初回の、クリアするだけでいいっていう報酬。これが、全部で7個の挑戦で、1回60、420個マックスでもらえることになりますんで、ぜひ、クリアだけでも頑張ってみてください。で、次に、挑戦の、
累計ポイント報酬、さっきなんかごちゃごちゃポイントいくつになった、あの難易度を4つ上げたらいくつなる、倍率上がるみたいな話したじゃないですか。でおそらくこれであの挑戦累計ポイント報酬に響いてきます。合計7回挑戦でき、7回のマックス数値を合わせたものなので、これ見る限りまあ1000ポイントずつですね上がっていって、まあ、その報酬が1000ポイントずつで、まあ、2万モラと、まあ、このなんか構想であったり、その本ですねもらえたり、こっちの経験値本もらえたりで、最後の方になると、まあ経験値本だけじゃなくてその鉱石がもらえたりするんですけども、僕のラインとしてはこのなんか1万4000ポイントのライン、ここのラインで何かしらねなんかもらえると、祭典の無双っていうなんかイベント専用の飾り物みたいなものが手に入るんですね。これはちょっと何なのかっていうのはよくわかんないんですけども、無双のなんかアクセサリーみたいなことかもしれないです。なので累計ポイント1万4000っていうところをちょっと目指していきたいっていう感じになるんですが、それを見ていくと、まあノーマル、ハード、エリート、マスターの倍率がまあ1ずつ上がって、まあマックス4だとして、まあ挑戦時間あの120秒とかさっきあったじゃないですか。それを例えばあのまあ200をあの2つ持ったとしたら400ですよね。 400×、まあ、マスターモードでクリアしたら4だとしたら1600なんですね。これ ×7 で11200なんで、おそらく変装をいくつかマシマシにしてクリアしていかないと、ここの累計ポイントの方に14000にね、なかなか到達できないんじゃないかなっていう感じ。あ、ちょっと僕の計算がね、ノーマルで倍率1だったんで、ハードで2、エリートで3、マスターで4っていうその単純なちょっと予想でやってるんですけども、これもしかしたらマスターのね倍率がもっと高いかもしれないんで、全然余裕かもしれないんですけども、まあ、ここの倍率次第かな。ノーマル、ハード、エリート、マスターの倍率次第ではちょっと簡単なのかちょっと大変なのかっていうのが分かれてくると思います。まあそれはちょっと明日ね蓋を開けてみてどうなのかなっていう感じで、やっていけばいいんじゃないでしょうかね、なのでこの挑戦ポイントの1万4000っていうラインで特別な報酬、今回しかもらえない報酬がありますんで、まあそこだけちょっと注意して、念頭に置いてやってみるのもいいかもしれないですね。はいはい、じゃあ新イベントの、ね、情報以上になります。イベント専用の、ね、飾り物ってやつが、ね、1万4000ポイントで手に入る、ここがまあ今回の頑張りどころのラインなんじゃないかなっていうところでね、ぜひ皆さんぜひ頑張って挑戦してみてください。で一応これ情報ぜひぜひね気に入っていただけたらチャンネル登録と高評価の方していただけると嬉しいです。で私ライブの方してますんで、ぜひね遊び来てコメント一つでも残してくれると非常に嬉しいです。一緒におしゃべりしましょう。ではまたお会いしましょう。グッバイブラザー。